皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。クイズを作って復習してみたらどうですか、とこういうお話をしたいと思います。人間って覚えたことをどん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 忘れていっちゃう。これは普通なんですよね。ですから勉強、これができるようになるためには復習が絶対必要なんです。復習しなければ勉強はできるようにはならない、こういうことなんですね。復習しないと勉強したことが頭の中から、記憶の中からどんどん消えていきます。当然です、忘れる、それが人間なんですから。それは分かっていても勉強しなきゃいけない、それも分かっているけれど、ほとんどの人ができれば勉強はしたくないと、こう思っていますよね。分かってるけどできないと嫌だなと思っちゃうと。だからちょっと工夫、勉強の工夫、楽にできる工夫、これを考えてみましょう。そこで私が提案したいのはクイズを作ってみると、こういうことなんです。その日勉強した内容、その内容から一問一答式のクイズ、これを3問から5問作ってみてはどうでしょう。クイズを作るの、ちょっと大変だなって感じるかもしれないんですけど、それはやってみないからでね。でも実際に3問程度だったらそんなに苦労はしないですよ、ね、だから3問から5問作ってみてください。で、作ってしまえばそれを利用してもう短時間で繰り返し復習することができます。復習ができれば勉強はできるようになるんですね。私の報徳学院でもこれを利用しています。一問一答式のカード、手作りのカード、このクイズですね。そして一問一答式のこのプリント、手製のプリント、これも基本を抑えるために作ってあります。これを繰り返すことで基本、これは必ず身につきます。満点を目指す、それはちょっとね、これだけでは難しいんですけれど、その満点を目指すための基本はこのクイズで身につけることができるんですね。とにかく一度作ってしまえばそれを見直すだけで短時間で繰り返し復習ができる、これは絶対のメリットです。また友達同士でクイズを作って、勉強のクイズを作って問題出し合ってみると、これも面白いですよね。そしてじゃあこのクイズ一冊にまとめると便利です。その一冊のノート、それを見るだけでそれまでの勉強の内容が全て復習できるんですよ。ですから私はクイズを作ったらノートにまとめておくと、これをお勧めしています。今回は復習の方法としてクイズを作ると、こういうお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。